どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、東京中目黒にありますしゃぶしゃぶレタス中目黒店さんに来ております。こちらですね、しゃぶしゃぶです。はい、もうその通りしゃぶしゃぶが楽しめるんですけども、なんとですね、期間限定で、激辛メニューが、販売されているところで、今回これに挑戦していきたいと思うんですけれども、そのメニューがですね、マーラー鍋に、今回この辛さレベルが調節できるところで、辛さ1レベルからマックス10レベルまでやれるんですけれども、今日は、ね、このマックスの10レベルに挑戦していきたいかなと思います。で、ね、一応ね、お話をお伺いしたところ、なんかね、今まで注文された最高の辛さレベルが3、辛さレベル3で、その3自体も食べきれなかったと。だから辛さレベル3でもものすごく辛いと。これね、マックス10にこれね、今日挑戦するんですけども、使っている唐辛子、はい、こちらですね、過去にギネスに認定された世界一辛い唐辛子として、ね、認定されたキャロライナリーパー、こちらの超激辛唐辛子を使っております。はい、一応ね、このマーラー火鍋にですね、このキャロライナリーパーの粉末を 10g、約ね 10g 混ぜているところで、今日ね、まあ、とんでもない辛さかなと。ちょっと熾烈な戦いになるかなと思いますんで、ちょっとね、気合を入れていきたいかなと思います。それではいつものように行った人の感想を見ていきましょう。しゃぶしゃぶレタス1週間ぶりに再訪、また先週と同じしびれるマーラー火鍋にしました。癖になる味、辛さ追加したら夜から翌朝までピーが止まらなかったですということで、とんでもない辛さかなと。これマーラー、このマーラー火鍋は、多分わかんないです、どの辛さにしたのかわかんないですけども、もう通常のマーラー火鍋でも、結構辛いということで、ちょっとねビビってます。はい、でもね、激辛ジョニーこのスパイス道具をね、全うするべく、挑戦していきたいかなと思います。それでは早速いきましょう。レッツゴー。はい、というわけで早速中入ってきたんですけども、早速メニュー表を見ますとですね、一応ね、こうなんかね、コースが選べるらしくてですね、一番人気はですね、この熟成牛タンのコースということで、これが一番人気のメニューというかコースになってます。鍋って一人じゃなくて大勢でやるイメージじゃないですか。一人一鍋ということで、気軽に一人で、自分でね、オリジナルの鍋が楽しめるということで、薬味とか、あと漬けだれ、そういったのをもう自分でセルフで、こうやって作れるんで、そういうのもね、なんか人気みたいです。結構ね、女性の方も、多いらしいです。キャロライナリーパー、うわっ、キャロライナリーパー、まずしびれでございます。しびれ、マーラー、マーラー、豚のカルビとロースか、はい、ロースにカルビ、ロースとカルビ、はい、薬膳、いただきます。さあ、マーラー火鍋辛さレベルマックス、お手並み拝見ですよということで、ちょっとまあ、じゃあまず野菜変えてみましょうかね。これものすごく、本日の野菜ということでいろいろあるんですけれども、このなんか黄色いズッキーニとか、甘長唐辛子、ちょっと読み方あってもわかんないですけど、いろいろありますね。人参やら、はい、さまざまな野菜がありますけど、これをここの火鍋に入れていくということで、せっかくこれね、キャロライナリーパー入れる前のこのマーラー火鍋、ちょっと味わっていきましょう。はい、じゃあちょっとまず牛タンいただきます。うまっ。これは強烈だな。蒸気でやられるね、これ。蒸気が辛い。お水いいですか。お水ありますか。はい。あ、いいですか。あ、ごめんなさい。熱。
結構辛いですねこれ。大丈夫ですか。え、今どこまで来ました。いや、なんか、いや全部入れたんですもんね。あ、入れましたけど結構辛いですね。口調が辛っ。野菜入れますか。あ、野菜、はい。同じセットにします。なんかそれでも好きなのが選べる。同じセットで。同じセットで。キノコも入れてください。これ湯気でやばいんですけど。熱いし。これすごいわ。お肉のおかわりが牛タンとその豚と牛と、あと牛もつとかピートロとか中継もできるんです。あ、これですか。じゃあピートロと牛タンお願いします。はい、熱いのか痛いのか分かんない。これダメだよ。これダメ。ダメだよ。今まで食べたしゃぶしゃぶの中で一番辛いな。辛い。でもね、これ野菜がマジで新鮮。全部入れちゃうもん。これ。すげえどす黒くなってきたな。とどめにかかろうか。もうね、汗はもう出し尽くして、出る汗もねえぞと。
辛い。ダメだ。これは辛い。すまねえ。はあ。行こう。はあ、じゃあ麺で締めて終わり。この辺が熱くなってきた。ごちそうさまでした。はい、それでは関西レベルの発表していきましょう。しゃぶしゃぶレタス中目黒店さんのマーラー火鍋、辛さレベルマックス、関西レベルじゃらららじゃん、関西レベル9です。おめでとうございます。9です。いやーマジでしんどかった。本当にマジで結構ね、キャロライナリーパーこれはやっぱ使うとね、本当に辛さが強烈なんだということで、まあ、ちょっと一旦辛さを置いといて、今回ね、この牛タンコースを食べましたよね。牛タンのね、これ美味しかったわ。牛タンに最初この、オリーブオイルのこのなんかなんとか 塩に合わせて食べたんですけども、これ美味しい。うん、あの牛タンは脂身が少ないですから、あっさりした感じでね食べれますし、あと野菜、はあ、野菜もね新鮮で非常にこうみずみずしくて、本当に食べ応えのなんかみずみずしく、シャキシャキ食感で、ね、いろんなさまざまな野菜があるんでね、これも健康にいいということでね、しかもこれ一人一鍋ということなんで、自分好みアレンジできる鍋なんで非常におすすめです。気軽に、お鍋を楽しめるかなと思います。キャロライナリーパーね、これはね一気に入れない方がいいかな。マジで危険なんで、うん、これねなんとか具材を食べ終わりましたけども、ちょっとスープはちょっとやめとこう。うん、やめとこう。体が拒否反応を起こしているです。うん、やめよう、無理だ。今日はおとなしく、帰りたいかなと思います。はい、でこれはねなんか期間限定で、やってますんで、まあねちょっとお店のホームページ、
概要欄に貼っておきますんで、まあ、ちょっといつまでやってるかね、ぜひチェックしてください。それでは、ね、激辛好き、そしてしゃぶしゃぶ好きの方はね、しゃぶしゃぶレタスおすすめなんで来てみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきあります。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々更新してますんで、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。